サーロジャー・チョージ・ムーアは、イギリス出身の俳優。1973年から1985年の間に、映画、007シリーズで7作にわたって、ジェームズ・ボンドを演じた。身長は185センチメートル。若き日のムーア・ロンドンのストックウェルで、警察官の息子として生まれる。バッキンガムシャー、アマーシャムのドクター・シャロナーズ・グラマースクールに入学。 1940年代に映画にエキストラ出演した後に軍隊に入隊し、第二次世界大戦中はイギリス軍の娯楽部隊に所属した。除隊後に再び欧米ベ俳優になり、モデルやテレビのステージマネージャーなどの職業も経験した。1950年代に入って、アメリカに渡り、テレビドラマに出演する下積み生活が続いた。1954年、MGM 映画。 雨の朝パリに室に出演、同年、MGM の契約俳優となる。1962年、テレビシリーズ、セイント天国野郎に主演して、スターの地位を得る。1971年からの、ダンディに華麗な冒険などのテレビシリーズでも活躍した。英国文学界が生んだ世界的に大キャラクター、シャーロック・ホームズとジェームズ・ボンドを演じた、唯一の俳優である。 1973年には、ショーン・コネリーの後継者として、007死ぬのは奴らだ、に主演した。同作の主題歌は、ポール・マッカートニーウィングズの、死ぬのは奴らだで、この曲もヒットした。以後、黄金銃を持つ男、私を愛した、スパイ、ムーン・レイカー、ユ・アイズ・オンリーほか、007シリーズ作品で1985年まで、ジェームズ・ボンドを演じた。 俳優として活躍する一方、ユニセフ親善大使など、ボランティア活動にも、精力的で、2003年には、ナイトの称号を与えられた。同年には、ブロードウェイの舞台で倒れ、病院に搬送される騒ぎもあった。2007年には、ハリウッドウォークオブフェームに星を獲得した。式典には、007の、宿敵上手を演じたリチャード・キールや、007死ぬのは、 やつらだで共演したデビット・ヘディスン、女優ステファニー・パワーズらが出席したが、ムーアが星の前でひざまずいた後、立ち上がるのに人手を借りねばならない一幕もあった。2008年には、初めての次元マイ・ワード・イズマイ・ボンドを上司、また、フッツ芸術文化勲章の最高章であるコマンドゥールを授与された。3人目の妻・ルイザ氏生活では、4度の結婚をしている。 二人目の妻である歌手のドロシー・スクワイアートは1961年に発局したが彼女がその後8年間離婚を拒んだためムーアと口述するルイザ・マッティ・オリとの間の子供のうち二人は初出死となった。ドロシーは1998年に死去したが2009年になってムーアはドロシーが子供の頃住んでいた家に300ポンドのブループラークを送った。 晩年のムーア三人目の妻である元女優のルイザ・マッティオリとの間には二男一女がおり、子供の中でジェフリーとデボラは俳優になった。1994年、ムーアがルイザに電話で二人の38年間の関係は終わったと告げ、1993年に患った前立腺がんのためリビエラで療養した。2002年に1億ポンドの医者料でルイザとの離婚が成立すると、 ムーアは74歳で、クリスティナ・ソルトラップとモンテカルロで秘密裏に結婚式を挙げたが、この時、ムーアの子供は誰も出席しなかった。しかし、2007年のハリウッド・オーク・オブ・フェームン動入りの際には、妻クリスティナとムーアの3人の子供が揃って出席した。2017年10月14日に生誕90周年を迎える予定だったが、それに先立つ5月23日、 ガンにより89歳で死去。ムーアの家族が公式ツイッターで掲載した声明では、ムーアはスイスで亡くなり、葬儀は個人の意思により、モナコで密葬にて取り行われるという。ベイ TV、ドラマ、セイント天国野郎の一場面左ムーア1962年に英国で制作、放映された人気 TV シリーズ。ムーアの名声を確立した作品であり、当時人気が 低迷気味だった小説、サイモンテンプラーシリーズのカンフル材になり、新刊や過去作の復刻を促した。制作は、特撮人形劇、サンダーバードで知られる ITC のルーグレード卿で、主人公、サイモンテンプラー役には後に、プリズナーナンバー6の制作、監督、主演でも知られることになるパトリック・マクグハント・ムーアが、候補になり、ムーアが役を射止める。この二人は、 初代ボンドの有力候補にもなっており、また、三代目ボンドとしても名前が挙がった。ムーア本人は、テンプラー役は、ショーン・コネリーと競り合いの末、勝ち取った役で、コネリーはやむなく、ボンド役になったとの発言を、ユーモアたっぷりに語っている。ムーアは、本作で監督、脚本家デビューもしている。本作には、オナー・ブラックマン、シャーリー・イートン、ユーニス・ゲイソン、ロイス・マックスウェル、 など、007シリーズ M の俳優もゲスト出演している。少年時代のピアース・ブロスナンにとって、コネリー・ボンドは憧れの対象であったが、年に一度のボンド以上に週に一度会える、ムーア・テンプラーは最高のヒーローだったと語っている。007シリーズ抜擢当時引くトレードマークのはまき1973年に、007ダイヤモンドは永遠に、 1> で一作のみの限定復帰をしたショーン・コネリーの後を受け、三代目、ジェームズ・ボンド役に抜擢され、世界的に有名になった。二代目のジョージ・レーゼン・ビーが、大幅若返りであったのに対し、コネリーよりも三歳年長の後任者であったが、キネマジュンポー社の、世界映画作品、記録全集1975年版には、同世代ながら、より体のキレがいいムーアを、起用と紹介されている。 エレガントかつユーモラスなキャラクターが、ファンはもちろん、スタッフや共演者にも愛され、1985年の、007、美しき獲物たちまで、足掛け13年、シリーズ7作品に連続で主演した。絶対に覆すことができないと思われた、007、ジェームズ・ボンド・ショーン・コネリーの先入観を変更させる、ことに苦労した。 タフでワイルドなコネリーと正反対の路線を目指したため、しばしば原作のイメージを逸脱し、ムーアのボンドを追求した。コネリーとムーアはボンド俳優の二大巨頭であり、公認の俳優たちはなかなかこのイメージを上回ることができなかった。五代目のピアース・ブロスナンも、ショーンとロジャーは意識しないわけにはいかなかったと語っている。歴代最初の黒髪ではないボンドである。また、 クイーンズ・イングリッシュを喋るボンドも彼が初めてである。ボンド役については、原作者、イアン・フレミングがムーアを推薦しており、ムーアが、セインと天国野郎で活躍していた頃、ショーン・コネリー交番後の2代目ボンド俳優に、決定していたが、撮影が延期になり、セインと天国野郎との兼ね合いで、スケジュール調整がつかず、その時点では、ジョージ・レーゼン・ビーガ2代目ボンドに抜擢された。 レーゼン B の交番後、公認として、1971年に再びムーアに、ボンド役の誘いがあったが、今度は、ダンディにの撮影が決まってしまい、出演できず、3代目は、アメリカ人俳優のジョン・ギャビンに決まる。しかし、ギャビンの起用に疑問を抱いた、ユナイテッドアーティストのデビット・ピッカー社長が、コネリーの再登板を要求、コネリー側の条件を全面的に承諾することで一本。 限りの初代ボンドの復活となった。ギャビンの三代目は幻となる。1973年、結局、ダンディには人気を得られず終了。スケジュールの空いたところに一作目から数えて実に四度目のオファーで三代目のムーアボンドの誕生となった。二代目のレーゼンビー同様、コネリーの公認である。ムーア自身は、フレミングとは面識がなく、彼の推薦という話は、 配役を正当化させるためのいいオンプロダクションズの宣伝ではないかと推察している。三代目襲名以前の1964年にイギリスの TV ショーのミニコントでボンドに憤しており、ムーアが初代ボンドの候補であったこと、対望論があったことを証明している。コネリーとの差別化を図るため、ドライマティーニを注文しない、タバコではなく、ハマキをたしなむなどの工夫をしている。 ボンドを演じる気は、コネリーの真似をしないよう気をつけていたが、特徴的なコネリーの声真似は得意である。また、歴代ボンドで唯一アストン・マーティンに乗っていない。歴代ボンド全員と交流がある。特にショーン・コネリーとは、英国出身の同年代のトベ組ということもあり、無名時代からの友人で、お互い有名キャラクターを演じるために1962年に、 帰国したことなどもあり、信仰が深い。ムーアは、シリーズのプロデューサーである、アルバート・アール・ブロッコリーとハリー・サルツマンとの関係が、絶望的に悪化しているコネリーとは、対照的に非常に良好なため、シリーズの特番のインタビューはもちろん、パーソナリティや時にはボンドに噴して登場することもある。異作となった、普通映画、インチョンパタブルズの撮影風景、ブロッコリー・サルツマン。 コネリーたちと信仰が深いが、彼らがそれぞれ仲が良くないことも熟知しており、この点に関して不信した。コネリーがまだボンドだった時代に三人のテーブルに同席したことがあり、気が気でなかったという。コネリーに次いで、サーの称号が与えられた、ボンド俳優である。その他にも、セイント天国野郎の主人公、サイモンテンプラー、ピンクパンサーシリーズのジャック・クルーゾー警部等の、 人気キャラクターも演じている。シーウルフの撮影現場にて1983年6月シリーズ13作オクトパシー公開に先駆けて来日した際笑っていいともにボンドガールのモード・アダムスと出演。終始ジョーク連発して会場内を爆笑させた。コーナー終了時にはタモリと一緒に友達の輪を披露。脇が止めスプレーを使ってるから大丈夫などと。 会場を爆笑させていた。007シリーズ以外にも数々のアクション映画に主演したムーアだが意外にも自他共に認める運動音痴だという。彼が演じた007はシリーズ中でもかなり派手なアクションを取り入れた作品が多い傾向があったがスタントパーソンによる撮影を多用したとの表もある。特に彼の最後のボンド作品となった007。 美しき獲物たちではすでに50代後半であり、ほとんどのアクションシーンでは、スタントパーソンを使っている。ムーアが、美しき獲物たちを最後に、ボンド役を降りた理由は、冗談めかしに、これ以上やったら殺されるということであった。しかし、実際に撮影に参加した多くのスタントマンたちによれば、ムーアは、世間が思っているほどスタントに、消極的ではなく、むしろ、 ティモシー・ダルトンの方が、スタントパーソンに任せきりだったと語っているとも言う。ムーア自身は、スタントパーソンに頼ってばかりいることをやゆした記者の、質問に対して、冗談めかして、ラブシーンは全部スタントマンが演じていると嘘吹いても、いる。実際、ラブシーンの方が、代役に任せたいほど苦手だったという説もある。また、こういった、ムーア一流のユーモアあふれる受け答えを、 記者はむしろ、好意を持って対応したことからも、ムーアの人柄が滲み出ている。また、アクション映画は楽だ。覚えるセリフは少ないし、危険なシーンは、代役がいると普通の俳優が言ったら問題視される。発言も、多くの人を笑いに包み込むことができるパーソナリティの持ち主だった。ありがとうございます。